立川、柳田に苦言。ソフトバンクが23日に福岡市内で開かれた球団主催の野球教室の模様をテレビ西日本のモモスポ公式 YouTube が公開した。柳田悠岐は子供たちとの交流で、長いのと短いのどっちがいいの？と質問。すると子供たちは一斉に、短いの、と柳田に詰め寄り苦笑い。子供たちの質問に答える恒例のコーナーでは、なんでホームラン打てるようになったのですか？との問いに、仕返しとばかりに、髪を伸ばしたからですと答え、会場の笑いを誘った。スタジオで元ソフトバンクヘッドコーチの立川光雄さんが柳田の髪型について、小久保監督が良いというのならば、と言葉を濁すも、小久保監督に言わすなよギータと苦言。立川さんは10年間における柳田の髪型の歴史をクイズ形式で振り返り、髪型を変えることによって自分を鼓舞する性格ではあると語り、来年は2000本安打達成40ホームランに期待したいとエールを送った。柳田、西武のバカな世界から戻ってこい。汚すぎる。とにかく不潔なんだよ。髪型に苦言とか、アホか。髪型で野球やるわけじゃないんだよ、考え方古すぎ。頭髪のてっぺんあたりが薄くなってきてるんじゃないかな。長髪にして隠そうとする人いるよね。まあ単純に東洋人に長髪は似合わない。欧米人の真似をしても無理。40は愚か、20打つのがやっとではないか。なんで評論家ってこんなにバカなの？似合わない、やめろ、ロン毛が似合う顔ではない。柳田の髪型みっともない以上。パリーグロン毛部でも作りたいんだろ。チワワっぽい。どうでもいいやん。好きにさせてやれよ。野球イコール単発なんて、楽天のいじめ同様古き文化だな。立川は、当たってないデッドボールのアピールのやり方だけ、レクチャーしとけよ。元ヘッドか何か知らないけど、髪型がとか、ヒゲがどうだとか常識の範囲内なら問題ないし、こんなことを言うのはさすがに時代遅れ。その発想がパワハラですよ。立川さん、解説で中継に出てた時、ホークスベンチの柳田がカメラに抜かれた時に、ビートルズじゃあ、ホークスベンチにビートルズがおるきーと騒いでましたからね。